げるとパン。かわいい。あ、いい香り。ちょっとちっちゃめの窓。バスシュガーキューブ。聞こえてきた。14。ほい。オープン。お、かわいい。なんだ。あ、これもボディソープかな。超ハッピーじゃん、このクリスマスプレゼント。こんにちは、シエルです。今日はクリスマスプレゼントをもらったので、そちらを紹介したいと思います。それがこちらのロクシタのボックスです。開けてみたいと思います。緑のボックスの中からよいしょ。はい、これは今年2019年のロクシタのアドベントカレンダーです。結構大きい。ここにリボンが。開けるとパン。こんな感じで数字書いてあるの分かりますかね。これは12月1日からクリスマスまでの24日間、一つずつ扉を開けてプレゼントを楽しむという、そんなハッピーになるアドベントカレンダーです。よくさ、チョコレートとか飴とかお菓子が入ってるアドベントカレンダー見たことあったんだけど、このロクシタンバージョンは初めて。これ結構しっかりしてて、何がすごいってさ、めちゃくちゃいい香りするの、箱から。というわけで、これを今日は開けていきたいと思うんですけど、この素敵なプレゼント、実は11月の末にもらっていて、これ本来は12月1日から一つずつ開けていって、でクリスマスの時にはもう全部こう中がわかるという、そんなハッピーなプレゼントなんですけど、今日が12月23日で、見てください、この綺麗に開いていない状態という。今日は贅沢にバンバン開けていきたいと思います。ちなみにこの1番、12月1日のとこだけ開けて、本当は毎日開けて動画を撮ろうと思ったんですけど、思ってた以上に忙しくて全然動画撮れなくて今日になってしまいました。それでは早速開けていきましょう。まあ1日はね、1回開けて戻したんだけど、はい、こんな感じです。はい、これは何かのクリーム。ちなみにこれね、じゃん、後ろにね、書いてある。あんまり見ないで開けていきたいと思います。はい、この1日目はクリーム、多分これフェイスクリームだったかな。フェイスクリーム。2番が、お、これはリップバームだって。これはリップクリームです。3日目がね、どれだ、結構どこにあるかわからない。あった、ここだ。3日目を開けまーす。お、いいね。ハンドクリーム。3日目はハンドクリームです。ローズって書いてあるね。あ、いい香り。4日目が、お、おっきい。はい、これボディークリームです。ボディークリーム。5日目が、あ、これもなんかクリームっぽいぞ。やっぱりロクシタンといえばハンドクリームですね。ミニサイズのハンドクリームです。1日目から5日目がこんな感じです。もうこんなに豪華。6日目がちょっとちっちゃめの窓。おっ、バスシュガーキューブだって。入浴剤です。かわいい。7日目が、あ、いい香り。7日目はリラックスハンドクリーム。すごいいい香り。うん。4日目が、お、なんかオイルみたいな、なんだろう、ボディーソープです。9日目、これだ。お、フェイスクリーム。ちっちゃくて可愛いです。端っこの方。あ、ちょっと大きめ。ボディークリームです。ボディークリーム。6日から10日までがこんな感じです。すごいね、まだ半分以上あります。超ハッピーじゃん、このクリスマスプレゼント。11日目、おしゃれなボトル出てきた。ボディーローションです。かわいい。12日目、オープン。あ、これ私前使ってたソフトハンドクリーム。この小さいサイズ、持ち運びに便利だからすごく好きなの。お花っぽい。12と13近い。お、こちらはシャンプーです。明日出張なので持っていきたいと思います。14。ほい。え、ハイドレーションクリーム、保湿クリームだって。体横のなんか保湿クリームです。15がここです。あ、これ見覚えがある。これあれじゃない、多分定番の一番ベーシックなハンドクリームだと思います。ロクシタンといえばこの模様な気がする。イエーイ。多分私も何回か使ってるんだな。11日目から15日目がこんな感じです。マジシャンなのに上手に持てません。はい、今こんな感じね。結構開いてきた。本来はね、1日ずつ楽しむものだから、ちょっと贅沢系になっちゃった。16日、
なんか四角いぞ。はい、これ、あ、石鹸、化粧石鹸だから顔用かな。ロクスターの石鹸使ったことないからちょっと楽しみです。で、17日目がハンドバームマスクって書いてあるから、ハンドクリームよりももうちょっと潤いが強めなのかな。18日目ちょっと大きめ、横長リーフソープ、葉っぱの形の石鹸です。うん、お、ちょっとこの夜みたいなところ、ヘアコンディショナーということで、さっきのシャンプーと合わせて使えばいいのかな。うん、20、あ、ちょっと細め、じゃん。あ、これ持ってた、アイスハンドクリームって書いてあります。なんでアイスなんだろう、あれかな、手がひんやりするんかな。大きいサイズのやつを使ってました昔。今の5日間がこんな感じです。はい、あと4つ。21日がこちら。お、さっきの白い感じのケースだったけど、これはスケルトンの、こちらもボディーソープかな、ボディー用洗浄料。さっきちょっと白っぽい感じのケースでしたが、これクリアな感じになりました。22日目、オープン。お、かわいい、なんだ、あ、これもボディー洗浄料って書いてあるから、シャワージェル、これもボディーソープかな。なんか香りがすごい良さそうです。23日、オープン。珍しいな、これロクシタンフットクリームって書いてるから、足用のクリーム？珍しくない？ロクシタンフットクリーム。そして最後、24日、このラストがなんか一番大きい感じする。で、開けていきましょう。パリパリパリ。パリパリ。パリ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 。お、はい。ダン。ジェルクレンザー、洗顔料って書いてあるので、お顔用のものですね。ジェルクレンザー、今までだと一番大きなチューブタイプのものが出てきました。はい、ということでロクシタンアドベントカレンダー2019全部開封。ちゃんと中に書いてあってね、ボトルのケースに合わせた感じのね、このプラスチックもその形にねなってる。箱戻したかったんだけどね、どこに何が入ったか分かんなくて、石鹸とかしか形で分からなくなっちゃった。今日はロクシタンのアドベントカレンダーを開封してみました。はい、ということで、まあ、ハンドクリームをはじめボディクリームだったり、まあ、シャンプーとかコンディショナーとか、まあ、フットクリームだっけ、足用のクリームとかいろいろありました。はい、ということでロクシタンなので、やっぱりハンドクリーム系は多かったですね。私はマジシャンなので、やっぱり手のね保湿はしっかりしていかなきゃなと思っているので、すごい私にとっては嬉しいハッピーなクリスマスプレゼントでした。というわけで、今年2019年のロクシタンのアドベントカレンダーでした。クリスマスまでにこう1日1つずつ扉を開けて楽しむアドベントカレンダーですが、なんかチョコレートとか本当お菓子系はたくさん売ってると思うんですけど、こういうなんていうの、ハンドクリームとかさ、まあコスメとかさ、そういうのだとすごい嬉しい。こちら男性が女性に送るとすごい喜ばれると、ツイッターで話題になってたんですよ。はい、なので、まあ、プレゼントにも良しですし、自分のご褒美に買うのもすごいありだなと思ったので、ぜひ気になる方は来年のクリスマスシーズンにチェックしてみてください。きっとまた中身違うと思います。はい、ということで今日はアドベントカレンダー開封してみました。これはもらったらめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、ということで皆さんはどんなクリスマスをお過ごしでしょうか。私は仕事です、出張です。明日24日のイブは京都に出張で、25日のクリスマスデーは都内に戻って仕事ですマジックショーです。はい、ということで皆さん素敵なクリスマスをお過ごしください。今日も動画を見てくれてありがとうございます。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。シールでした。それではまた。